木村の親方、ブリズに自由からの闘争エリヒブロムを読んでいますが、昨日も一昨日もなんかもとっても大変で、昨日またスキップしてしまいました。今日はちょびっとでいいからとりあえずやろうと思っています。木曜日の昼頃にシャワー浴びたっきり、今浴びた。今は土曜日の午後7時25分です。髪がびしょびしょです。おとといの話は、まあ、マゾイズムって何っていう、マゾイズムっていう人は本当にいるのかな。なんかこう多分フルムはマゾイズム的な人っていうのはそもそも言っちゃいけないんじゃないかと思ってんじゃないかと思いました。それで世の中はなんか、まあ、サディストと、マゾヒストみたいな人ばっかりになっちゃって、支配されたい人と支配したい人、でも支配したい人も、支配する相手がいないとすごく寂しいんだってっていうようなことが書いてありました。ちょっと大体でそれの途中で終わってません。ちょっと続けます。個人的自我を絶滅させ、耐え難い孤独感に打ち勝とうとする試みはマゾヒズム的努力の一面に過ぎない。もう一つの面は自己の外部の一層大きな、一層力強い全体の部分となり、それに没入し参加しようとする試みである。その力は個人でも制度でも神でも国家でも良心でも、あるいは肉体的強制でも何でもよい。揺るぎなく強力で永遠的で魅力的である、魅惑的であるように感じられる力の部分となることによって、人はその力と栄光にあやかろうとする。大会社のサラリーマンで、お前がそんなに偉いんかって、なんか会社の名前ばっかり偉そうに言うやつだかな。何でもよい、栄光にあやかろうとする。人は自己自身を屈服させ、それの持つ全ての力や誇りを投げ捨て言う、個人としての統一性を失い、繰り返してんの忘れちゃった、ちょっと待ってさよ。繰り返した。何だったっけ。人はその、そうか、もう一回読みます。揺るぎなく強力で永遠で魅惑的であるように感じられる力の部分となることによって、人はその力と栄光にあやかろうとする。人は自己自身を屈服させ、それの持つ全ての力や誇りを投げ捨て、個人としての統一性を失い、自由を打ち捨てる。しかし彼が没入した力に参加することによって、新しい安全と新しい誇りを獲得する。また彼は疑惑という石窟に、並行する安全性も獲得する。マゾヒズム的人間は外部的権威であろうと、内面化された良心、あるいは心理的強制であろうと、ともかくそれらを主人とすることによって決断するということから解放される。すなわち自分の運命に最後的な責任を持つということから、どのような決定をすべきかという疑惑から解放される。彼はまた彼の生活の意味が何であり、彼が何者であるかという疑惑からも解放される。このような問題は彼が結びついている力との関係によって答えられる。彼の生活の意味や彼の自我の同一性は、自分が屈服したより大きな全体によって決定されるのである。
マゾヒズム的な絆は第一次的絆とは違っている。後者は個性化の過程が完了する前に存在していたものである。個人はなお彼の自然的社会的世界の部分である、うん、彼はまだ彼の環境から完全に解放されてはいない。第一次的絆は真実の安定性を与え、真実の安定感を与え、彼がどこに属しているかという知識を与える。マゾヒズム的絆は逃避である。個人的自己は解放されたが、しかし彼の自由は実現できないのである。それは不安、疑惑、無力感によって打ちのめされている。自己が第二次的絆の中に安定感を求めようとする。それはマゾヒズム的絆とも呼ぶべきものであろうが、しかしこの試みは成功するはずがない。個人の解放ということは逆転できないのである。意識的には個人は安全であり、何かに属しているというように感じることができよう。しかし根本的には彼は彼の自己喪失に悩む無力なアトムに過ぎない。うん、原始ってことか。彼と彼がしがみつく力とは決して一つになることはない。根本的な対立が残り、それとともにたとえ無意識でないとしてもマゾヒズム的依存に打ち勝ち、自由になろうとする衝動が残るんだ。やっぱりマゾサディズム的衝動の本質は何であろうか。から明日これから一緒、もう今日ちょっと今日はいろいろバタバタで忙しいんで、これ10分ぐらい読んだかな、6分しか読んでないわ。ちょっと今日忙しいんで、本当に夜ちょっと元気だったらやります。次だってサディズムの話だもん。今日はご視聴ありがとうございました。今日は6分だけ。それでは寝れせ。よし、やった。